ランドルフ軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は14万1752人であり、2000年の13万454人から8.7%増加した。軍庁所在地は足ぼろしであり、同軍で人口最大の都市でもある。 ノースカロライナ州の人口重心が軍内のシーグローブ町にある。ランドルフ軍となった地域の初期開拓者には、ホーカワやディープ川、イーノ川沿いに入植したイングランド出身のクエーカー教徒がいた。ランドルフ軍は1779年にギリフォード軍から分離して設立された。軍名はアメリカ植民地時代の初代大陸会議議長を 勤めたペートン・ランドルフにちなんで名付けられた。現在のデューク大学の前身が初めて作られたのはランドルフ軍トリニティの町だった。軍内には州内でも最コクラスの屋根付け橋が残っている。軍南西部ユニオン軍区にあるピスガー屋根付橋は2003年の洪水で破壊されたが完全に修復され今も残っている。1911年ハイポイントを 軍庁所在地にピードモント軍と呼ぶ新しい軍が提案された。領域はギルフォード軍、デイビッドソン軍、ランドルフ軍のそれぞれ一部を合わせて作る予定だった。ギルフォード軍庁舎に多くの人々が集まってこの計画に反対し抗議のために衆議会に行くことを申し合わせた。衆議会は1911年2月にこの計画を否決した。ランドルフ軍は 地域自治体の委員会である、ピードモントトライアド自治体委員会のメンバーである。政治的には圧倒的に共和党支持である。地方選挙の大半は共和党員のみが候補者名簿に祈ることで、州内でも最も共和党が強い軍だとみなされている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は790平方マイルであり、このうち、 陸地787平方マイル、水域は3平方マイルで、水域率は0.33%である。ランドルフ群は、ノースカロライナ州の中心にあり、アシュボロ市が、州の中心にある。州の中央、ピードモント大地に入っている。ピードモント大地は穏やかにうねる丘陵や森林である。その例外は、ユーワリー山地とキャラウェイ山地であり、軍の中部と西部にある。 これらの産地は古代にあったもっと高い峰ミネ,ミネの名残である。現在では標高が1000フィートを超えるのも稀だが、周りが比較的平らなので200ないし500フィートは立ち上がっている。軍内最高地点はキャラウェイ産地のシェパード山である。ノースカロライナ動物園がユーワリー産地の一つ、パーガトリー山の上にある。ランドルフ群は22の軍区に分割されている。 アシュボロ、アークデール、バッククリーク、ブロワー、シーガーグローブ、コールリッジ、コロンビア、コンコード、ファーマー、フランクリンビル、グラント、レベルクロス、リバティ、ニューホープ、ニューマーケット、プレザントグローブ、プロビデンス、ランドルマン、リッチランド、テイバーナクル、トリニティ、ユニオンの各群区である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ランドルフ軍の自治体と軍区、ありがとうございます。